あの日リンゴを気にした表現で踏み越えていた境界線すぐに化けを追いかいで追いかけられてどんな時代で俺のしたことが俺の時ですら俺に限って嫌な境で君のせいにした秘密を手にした一時期の手紙に振り返ってあっという間目が覚めるちゃんと思えばそうなり起きていくなというかやめられるもうひとかじり気づかれ待ってきてこの地が冷めないうちに飛び出して転売するような気持って